皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今回もラフトのお時間がやってまいりました。さあ、前回に引き続いてやっているんですけど、あの網の方をねちょっと作ろうかなって思ってるんですよ。網、まあ、前回ちょっと作ってこうやってね設置してたんだけど、この中にねどうやら物資の方が流れ着いてきてねとどまるようなので、あ、こういう感じでね、うん、だからこうちょっと網でも作って、ちょっともう物資をね自動的にこう取れるようなシステムをこうちょっと作っていこうかなっていう感じでございます。あとは、他にやることね、クソザメタイムをどうにかやり過ごすために森をね作っていきたいなと思うんだよね。森だったかな、槍だったかな、あ、これだ、うん、クラフト可能か、いやできないか、ロープが足りない、ちょっとまずロープをこしらえて、クソザメ対策のクラフト、うん、1個クラフトしておこう。1個クラフトしてちょっとアイテムと交換しておいて、あ、そうだ、お水も必要だ。ロープは中入れとこう。うん、あ、飲み物とこれ、ちょっと待って、飲んで、あとは食べないと、ご飯食べて、うん、これぐらいでいいかな。おっと、アイテムタイムが、そこ、これが結構大変なのよね、アイテムタイムやるのも。ちょっと待ってね、まずは、こちらの樽をゲットして、よし、これでネットを作っていこうか、これだね。なんかすごい勢いで流れてくるな。すごい勢いで流れてきております。さあ、ネットをね、こちら作りましたので、もうガスガスね。あ、1個しか作れなかった？ 1 個しか。あ、そう、1個しか作れなかったんだね。これ、樽ってどうなるんだろう？ここに、ちゃんと、とどまる？あ、とどまるんだね。なるほど。そういう感じか。じゃあ、もうどんどん作らないと。ネット、クラフト、あ、ロープが足りない？ロープがね、今そんなにないんだよね。よし、これで、ネットをさらに、この場所かな、うん、よしよし、いい感じじゃない。で、樽もゲットして、あ、そうだ、飲み物もちょっと作っておかないと。で、クソザメタイムをちゃんとこうやり過ごせるために、あいつが襲いに来たらこのなんか森か槍かなんかでちょっとこう戦いましょうかね。さあ、ちょっとお水の方を、こちらでお水って汲んである？汲んでないのか？ちょっと待って、どうなっているのかな？まずはこちらにお水を汲んでだね。で、お水汲んでね。よしよし。さあ、ちょっとお水もね、こうやって作っておきましょう。物資の方も、あ、結構あれじゃん、流れついてきてんじゃん。ね、これね。よし、OK。ここもね。あ、そうそう、ロープが必要だから、この葉っぱがね、結構重要になってくるな。で、他、あら、これ取れないの？取れるか。うん、OK。さあ、ちょっとね、葉っぱを手に入れないといけないな、ネット作るために。ネットの方が、あ、葉っぱだ。あの葉っぱだけは確実に取りましょうか。よいしょ、OK。さあ、ちょっとね、材料も手に入れてと。なかなかあれだね、クソザメタイムが来ないな。で、じゃがいももね、どんどんこれ、作っておいた方がいいみたいなんだね。あ、来たか、来た、ちょっと待って、おい、サメ野郎、これどうなるんだろう、勝てる、お、撃退した、よしよし、皆さんやりました。で、サメの方もね、何回かこう撃退してると死ぬらしくって、サメが死んでね、サメ肉が手に入るようなんだよね。だからちょっとサメ肉も手に入れていきたいなと思います。そしてね、食べ物はジャガイモの方がね、どうやら結構役に立つようなので、ちょっとじゃがいももね育てていきましょう。うん、これで OK と。で、じゃがいもちょっとしまって、あ、ネットこっちに入ってたんだね、うん、なんか2個ぐらい作ったような気がしたけど、なんか取れないなと思ったら、そういうことか。よし、じゃあこれでネット作って、あ、葉っぱ、よし、 OK。 向こうからだいぶ流れてくると、うん、まあ大丈夫そうだよね。サメ野郎がね、またサメ野郎が来たらね、こうちょっとまた撃退していきましょうか。うん、で、葉っぱがね、ちょっと葉っぱを取って、さらにね、こちら領土の方を増やしていきたいな。あ、来てる来てる、うん、よかった。さ、ちょっとまたネット1個作れないかな。
まずは先にロープを作って、でネット、大丈夫。そっか、ロープを3つぐらい使うんだね。あ、葉っぱだ。ちょっと待って。葉っぱ。ん？なんか変な音が。気のせいか。変な音がしたような気がしたんだけど。大丈夫かな？さ、ちょっとこれでアイテムいただいて、いい感じだね。音。あんなところに流れていっちゃう。まあでも、だいぶあれかな、ネットの方も作ったから、そんなにすごく頑張らなくっても、まあアイテムがね、こう無事流れてくるようになってきていると。いやー、ほんと大変だったんだよ、これ、アイテム集めも。だからね、これでだいぶ楽ができるようになっておりますけど、まだまだと。ひとまずネットでね、一面こう覆ってしまうのがいいんじゃないかなっていうところで、ちょっと待ってね、まずはネットを張ってだね。これでだいぶね、領土の方がこう拡大してきてと。いい感じだね。あ、やば。喉乾いてんじゃん。喉乾いてたわ。あ、葉っぱ。まあ、いっか。ちょっとね、お水飲まないと。忘れてたわ。これちょっと、ゲットしたお水は、ちゃんとね、倉庫入ってるかな。で、お水にして、あ、お水がないじゃん。あ、あるわ。持ってるわ。ちょっと分かりづらいんだけどさ。よしよし。危ねえ。で、コップを取ってと。さらに、コップに、これね、海水入れといて。あとね、もう1、2箇所ぐらいちょっとお水も作りたい。あとね、どうやらこのヤシみたいなのを作ると、まだね、ヤシって作ったことないんだけど、ヤシとかをこう作ると、どうやらね、こうお水問題も解決していくようなんだよね。だからちょっとヤシも植えていきたい。だがしかし、そこまで土地が広くないもんだから、2階建てとかにした方がいいかな。1階だとね、サメとかに壊されかねないっていうね、ちょっと懸念がありますので、もうちょっとだけこう領土もね増やしていきたい。そんなこんなでねやっておりますけど、ちょっとロープをもうガスガス作ってさ、まずネット計画していこうか。あ、材料ネット計画。よし、葉っぱゲット。いいね、葉っぱで。もう一回、ネットを3個か。まあこれだけ作ればだいぶまた安定するんじゃないか。あ、葉っぱ。あぶねえ。ナイス葉っぱ。いいぞ。いい感じだ。順調です。いや、ほんと順調になってきた。よかった。やっぱこうネットをね、作ってこうやって設置しておくだけでもだいぶ大きいと。あとは、こちら、ここに置けばまあだいぶかな。これね、これちょっと壊して普通の板に張り替えちゃってもいいのかもね。あ、クソザメタイムだ。おい、俺ネット壊してんじゃない。おい、クソザメ。撃退したぞ。よし、やってやりました。あいつもね、そのうち仕留めて肉にできたら、あ、そうだ。肉といえば食べ物がなくなっちゃう。食べ物。お肉じゃなくて、じゃがいももちょっと取っていかないとな、成長させて。そして、お水もゲットして、さらに、設置と。で、喉も乾いてるからちょっとね飲みまして、ごくごくっとね。で、アイテムね、もうここはねしっかりやっておきましょうか。アイテム取って、ネットもう一面だけ貼ったら、まあだいぶ、あ、ネットってもう全部置いたか。じゃあもう一個、ロープがないと。これでロープ足りるかな。これでネット作って、ネットに、ちょっと待ってね、結構あれだね、アイテムの方が溜まってきてるね。ネットはね、ここです。さあ、これでだいぶ、領土の方をね拡大しまして、これぐらいで大丈夫かな。全面一応ネットを張ることができましたと。よいしょっと。これ取らなくてももう大丈夫かな。これでわざわざ取らなくても、もう漂流してきたものはねこちらに流れ着くと。もうほんの少しだけ床も広げようかな。あ、そうだ、水飲み場と、食べ物、ここら辺をねちょっと増やしていこうか。ロープ、こちら作って、クッキングステーションと。で、どうやらねこれマス目1個に対して物をね1個置いてた方がいいみたい。まあ、もしもサメにやられた時に
これ一個同じ場所に何個も置いてたりするとサメに襲撃されて、それで結構ねなくなっちゃうっていうことなので、ちょっとね今回は違う場所に置かせていただいております。さ、ちょっとお水も取ってね、もう水ももうガンガンね作っていこう。そしてじゃがいも収穫しちゃっても、うん、よかった。じゃがいも1個植えることによってどうやらね2つに増えるみたいで、収穫したじゃがいもを、クッキングしておこう。うん、まあクッキングステーション3つ、そしてお水取れる場所も3つ作ったから、だいぶ安定してきていると。うん、さあそしてねこうぼーっとしている間にもね、こちらネットに、どんどん取れておりますと。いやーほんと助かる、これでだいぶ楽になったよね作業。あともうほんの少しだけね領土を増やしていってもいいのかもしれないと。ちょっと取れないかな。うん、まあこれぐらいでいいのかな。あ、じゃがいもがもうできた、焼き上がったようだ。でそうだ、こちら、プランターみたいなのがあったね。もう一個ちょっと植えていこうか、じゃがいも、じゃがいも畑を、そうだな、こちらあたりにちょっとじゃがいも畑にしちゃおうか。うん、これでいいかな。ちょっとはみ出してるからな、なんか敵が来た時に壊されないようにしないと。よし、 OK。 さあじゃがいも畑ももうちょっと作ろうかな。どうやらねこう魚を取るよりもじゃがいもを育てた方がやっぱ食べ物としてはね安定すると。まあ釣りって結構時間かかったりして、まあその分ね他の作業にもこう割り当てられると。なのでちょっと効率的にやるためにちょっとねじゃがいもの方も、育ててね、そちらの方も食べさせていただきましょうか。焼いたじゃがいも、あったあった、これだ。うん、こちらをねちょっと食べておこう、カリコリッと。で、お水と、お水もしっかりと、こちらでね作って、こちらが飲めるお水と、うん、もう一杯まで飲んでおこう。でお水を飲んだらしっかりね海藻、あ来たあいつ、あやべ森がね、あ森なくなっちゃった、あれってあれなのかな、あれってあれ何回か使うとなくなっちゃう感じ。倉庫にも入ってないもんね、ちょっと種とか入れとこう、いらないもの、倉庫にしまって、あ入らない、そっか10個でいっぱいなんだね。ちょっとしまうときも注意しておかないと。あ魚がある、魚焼いとこうかな。そうだちょっと6匹も持ってたんだ、アイテムがいっぱいになってきてる。ちょっとチェストボックスにちゃんとこれ収めておかないとダメだね。で、お水の方も、これちゃんとねクッキングにして、すごい大量だよこれ、皆さん大量でございます。ただねアイテムこんなに私持てるのかなっていうところ、これアイテムがさ、ちょっと待って、まずロープ作れるものは作っちゃおう。うん、ロープ、そうねちょっと大量ロープ、そして、こちらさらにちょっとコップもねちょっと作っておこう。これぐらいでいいかな。クッキングステーションも作ったし、まあ、大丈夫。もう一個だけ一応クラフトのこれボックス作って、森、そう森をね2つぐらいで、1個はもうね装備しておこうか。あ持ってんじゃん、あれさっきなんかなかったような気がした、気のせいか、気のせいだった感じ、そうだったかもあれ森持ってた、なんかさっきさ見えなかったような気がしたんだよ、気のせいだったというね、そういう悲しみでございます。そして、ちょっとお水、お水も結構まめに作っとこうと。で、これで、あお魚も焼けた。うん、もうねこれお魚はもう全部焼いちゃおう、うん、全部焼いちゃって、さらに、お水の方もねもう焼いて、うん、これちゃんと水にしておいてと。さあ、これでもう問題ないかな。失礼いたしました。さあやっていきましょう。で土地を増やしていこうかな、2階を作るか、もうちょっとだけ横に増やしていこうか、土地もだいぶね材料の方があるので、さらにもう一面ねここら辺ちょっと伸ばしていって、あ樽が来てたみたい、これぐらいでいいかな。だいぶ土地としては広いんだよね本来は。でこれで
どうだったかなこれ、あまたこれ増やしちゃったの。なんかさ、あの、なんだったかな、んか、あの、壁とかさ、階段とか作れたような気がしたんだけど、ちょっとね、操作の方を、ちょっとまたこれ思い出しながらやらないといけないと。どうだったかな、確か作れたよね。うん、ちょっと階段作って2階とかね、あと木とかも植えたい、ヤシの木を植えていきたい。お水問題を解決するための、ヤシを作りたいと。土地としては十分あるから、そうね、ちょっと土地もちょっとね伸ばせるところは、あの、2階建てとかにしてね、さらに土地をね有効活用させていただきましょうか。よし、でチェストボックスもう1個あったよね。チェストボックスも一応ね置くだけ置いちゃう。うん、で、材料は足りてると。 OK、 チェストボックスはそうだな、ね、こちら側かな、うん、結構いろんなところにねアイテムとかも置きまくってるけど、で一応槍、うん、入れておいて、種いらないと。これぐらいかな、ちょっと待って、忙しいな本当に。これでだいぶね楽できてるのは非常に助かっているんだけど、あ、そうだ、土地増やしたからもうちょっとあれだ、あのネットも張っておかなくちゃ。何の音だ、なんかボーンと音がしたような気がしたけど大丈夫かな。で、ネット作ってこちらとね交換させていただいてと。さ、ネット置いて、うん、 OKOK、 クソザメタイムだ、クソザメタイムが来ております。これで何回かで撃退いっちゃった、なかなか倒せないね、ほんと何回もやらないといけないんだね。あ、樽も流れ着いたと。うん、大量のアイテムゲットでございます。さてと、これぐらいかな、もうちょっとネットを張りたいな、あと1個ぐらいかな。お、来た来た、ロープがね作れなかったから、これでロープゲット、大量ゲットでございます。さ、ロープ作って、やっとこれで月の行動に出れるかな。ネット1個作ってと、 OK、いらないものと交換して、さらにこちらにネットを張ってと。うん、いやー、ほんとこれでもういいんじゃない。あ、そうだ、お水も作っとかないと。でヤシの木もねちょっと作っていきたいんだけど、まずは、クッキングステーションに、ね、お水、お水、ね、これは飲めるお水か、こちらが、蒸留するお水と。あ、違うわ、こっちだわなんか似てるから分かんなくなっちゃうんだよねこれ。よし、 OK。 さ、次の計画は、まあ、2階建ての家にするんだったら階段を作らないといけない、ヤシの木も植えたいと、まあ、やることはねたんまりあるという感じなので、まずはね葉っぱをゲットして、葉っぱからロープを作っちゃおう。うん、ね、葉っぱ葉っぱと、 OK。 さ、これで次ロープをね大量、大量つってもちょっとしか作れないね。で、これでどうだったかな、 R で、あ、横と縦とこれ変えられるんだ、あ、そうなんだね。で、これでちょっと待って、どうやったかな、これこうだ、これで階段にしたいんだよ、階段、これだ階段、うん、おお、こういう感じになるんだね階段。ああ、なるほど、これで、あ、やべ、喉乾いてんじゃん、ちょっと待って、取り急ぎ、水を飲まねば、水を飲んで、ちょっと油断してたな、いろんな作業にこう手をかけてたら、喉が乾いたと。ちょっと水汲んで、またお水作っとこう。で、食べ物も焼いておかないと、忙しいなだいぶね、あの、急ぎでやっておりますけど、ちょっと待って、じゃがいも、そうだ、種も植えなくちゃいけないんだ。まずはじゃがいもゲットして、樽も来てんな、大量に来てんなこれ。よし、植えて、さらにゲットしてと。うん、よし、でもうちょっとじゃがいもも焼いておこうか。さ、これでね種も植えてゲットしてと。いいね、2個できるのは。さ、そしてね、じゃがいももちょろちょろ焼いて、食べれるようにしてと。お腹も空いてる、ご飯食べよう、カリコリっと。よし、 OK、
これぐらいでいいかな。いやちょっと待って、アイテムがさ大量になってんだけど、これすごいすごい取れるね、アイテムで。も取れたものはさ一気にもうロープとかなんか廃材とかもなんか有効活用した方がいいよね。うん、ちょっとこちらね、木材とかもすごいいっぱいになっちゃいそう。もういっぱいか、取れないか、アイテムいっぱいだね。ね、じゃあロープにしちゃって、まずはこちらロープと。うん、で、作れるのであればもうこちらもねちょっとこさえておいて、こうチェストボックスの中入れておこうか。チェストボックスの中ってそんな入ってないもんね。でこれ森みたいなのも作ったけど一応しまっとこう。あ、これ武器は違うとこにしまっておこうか、それがいいかも。隣のチェストボックスにしまっておこうと。これでいいかな。うん、で、種の方もしまっておこう。うん、これでいいや。でじゃがいもも入れておいてと。うん、これぐらいで。あ、やべ、クソダメタイムか。あ、クソダメタイムだ。あのやろ、ちょっと待って、壊すんじゃないそこ今、あれよそこ。あ、壊されちゃった。2階建てにしたんだよ頑張ってさ、ダメだったみたい。ファンデーションで補強。あ、これ違うわ違ったみたい。これだ、ファンデーション。あの野郎。あ、しかもあれだ、縦と横が違う。まあいっか、そんなこだわり建築でもないしゆるっとした感じでね建築しておりますので、まあまあちょっとぐらいのね、ミサも多めに見ておこう。うん、ここまで生きてるっていうのがね、今までやった中でこんなに生き延びれたこともないもんだから、いやーここまで本当よく頑張ってるなっていう、そこでございます。さあそしてね、いろんなものゲットして、もうアイテムがいっぱいなんだよ。だから作れるものは作っておいて、さあ2階を作って、2階の方でちょっとね建築していきたいから、材料ゲット OK。 さあこれぐらいあればいいかな。2階部分を作っていこう。で2階を作るんだったら、こちらでこの柱がいるんじゃない、必要。壁とルーフ、天井だもんね。これでさ、何これ、柱だよね。柱でさ、こう柱を立てるとどうなるんだろう。上にあれかな、広げられる土地。ちょっと待って、ファウンデーションでさ、ちょっと待って、これ初めて過ぎちゃってよく分かってないんだけど、階段は作ったでしょ、壁はよくって扉か、あ違う、まだだ、ウィンドウだ。でさらにここファウンデーションは作れない、やっぱ柱が必要。そうだよね、柱が必要そうだね。こちらでこういう感じでさ、この上にファウンデーションかな。もう一回見ていこう。でファウンデーションで乗せられないのかな。あ、樽だ、樽着てる。ゲットして、でファウンデーションをここの、あ、柱になっちゃってるんだ。ファウンデーションと、うん、置けないのかな、ファウンデーション。あ、やばいやばい、今海に入ったってことになってたのかな。これじゃダメなのか、邪魔くさいよね。でもこんな柱いっぱいあったら何個か柱が必要になってくるのか。まだ始めてすぎちゃって非常にこれ申し訳ないんですけど、それともこれかな、ルーフになるのかな。あ、ルーフで建築か。あ、こういう感じになるんだ。これでも柱が何個かないと、多分柱1個につき、2つまで伸ばせるのかな。あ、こういう感じ、うん、こういう感じのようだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。